どうも、田代チカラです。今回なんですけど、動画にいただいたコメントで、生活費とかってどうしてるんですかっていうコメントをいただいて、それについてちょっとお話ししていこうと思います。別の動画でここ何年かプレイした国での収入についてお話ししてる動画がいろいろあるんですけど、まあそのコメントいただいた方はその動画を見て、その国で普通に生活する分には全然問題ない金額なんですけど、金額自体が少ないので、今現在の生活費とかをどうしてるのかっていうことで聞いていただいたと思うんですけど、特にアジアの場合はそうなんですけど、リーグの期間だけ、チームが活動している期間だけ給料が発生するっていうチームが多くて、例えば2月開幕だったら1月から給料が発生して、でシーズン終了が例えば9月とか10月とかだったら、もう本当にそのシーズン終了のところまでの給料がもらえて、そこからその先11月とか12月とかは給料がないっていう状況になるっていうのが結構多いです。まあその中で僕みたいにその国で普通にまあ生活して少しお金が余るぐらいの給料をもらってる人と、あとはそのチームから給料がもらえない状況になっても全然余裕があるぐらいの大きい金額をもらってる選手と、まあ2パターンあると思うんですけど、僕みたいな選手の場合はオフになったら日本に帰ってくる選手がほとんどだと思うんですけど、僕みたいな給料事情の場合、基本的にはまあ僕もそうですけど、みんなバイトをしてると思います。日本に帰ってきたらバイトして生活を維持するというか、また次のシーズンいつチームが決まるかわからない、いつまで給料がない状態が続くかわからないっていう中で、かなりの余裕がないと貯金を切り崩す生活でやりくりするのはちょっと厳しいかなと思うので、まあ僕は基本的に日本にいるときはバイトを毎回してます。でちょっと前の動画とかでも、ルーティーンの動画とかでもあると思うんですけど、今年に関しては1月の終わりから先月までは兄の勤めてる会社でバイトもさせていただいてました。でその前はまあリハビリだったんで、そんなバイトなんかできる状況じゃなかったんで、ちょっと膝が、まあその時は一応怪我の保険とかが下りて、まあその辺でお金の部分では助かったのと、あとはこのリハビリを受けるにあたって、僕の場合はクラウドファンディングっていう形を取らせていただいて、生活費じゃないけどジムにかかる費用だったり、まあ今日もトレーナーさんのところに行ってパーソナルで体の状態見てもらってくるんですけど、それのお金だったり、あとはプロテインだったりっていう栄養費をクラウドファンディングさせていただいて、応援してもらってる方からそれに関してはお金をもらって、選手としての活動にかかる費用はそのお金でやらせてもらってるっていう感じで、みんながみんなそのオフシーズンもしっかり余裕があるだけの金額をもらえてるわけではないので、多少の余裕があってもまたその次の年チームを決めるのに、ダイレクトで例えば飛行機のチケットを送られてきて、契約書を送られてきて、それで契約できるっていう状況なら全然問題ないですけど、なかなかチームが決まらなかったりとか、チームが興味を持ってくれてるけど一度練習参加してほしいとかっていう話が来た時に、その練習参加に関してはチケットは自腹でって言われたら自分で払わなきゃいけないし、その練習参加の話もなくて自分から現地に飛び込んでいろんなところに練習参加に行くっていう場合は飛行機代もかかるし、その間滞在するホテルのお金だったり食費もかかるから、ある程度やっぱり余裕を持っといて次に備えとく必要があるかなとは思います。だからシーズン中にしっかり稼げなかったら、オフで日本にいる間は貯金ができるぐらいの金額をバイトで稼がなきゃいけない選手もいるし、逆にシーズン中にまあ多少なり蓄えができたら、貯金をするっていうよりも生活を維持する程度の金額を稼いで貯金を減らさないように次への準備をする、でまあ空いた時間にしっかりトレーニングできるっていうような形を取る選手もいると思うし、まあでその備えの金額どれぐらいの金額があれば安心なのかっていうのも人それぞれ違うと思うので、狙ってる国だったりまあそういうところで全然変わってくるので、その辺のオフの時間の使い方っていうのは人それぞれかなと思います。僕の場合はまあ日本にいる生活費は稼がなきゃいけない状況なんですけど、まあ別の動画でも話してるんですけど、チームとの契約が決まりそうだったのでバイトさせてもらった兄の勤めてる会社に関してはそのタイミングで辞めさせてもらって、で海外に行く準備をしようとしたところで、まあその話も全部なくなっちゃって今何もしてないっていう状況なんですけど、正直コロナの影響だったりとか時期的にもすぐに決まる状況ではないかなと思うんで、ちょっとこう生活を維持できるレベル
ベルで何か新しいバイトは探さなきゃなとは思ってるんですけど、今年に関しては兄の勤めてる会社でそうやってバイトさせてもらったんですけど、ここ3年ぐらいは日本に帰ってきたら毎回同じところでバイトさせてもらってて、単発単発で入れる派遣の日雇いのバイトなんですけど、そこに僕は登録して、で自分のやりたいタイミングで働かせてもらって、で空いた時間をトレーニングしてたっていう感じなんですけど、仕事内容としてはトラックに乗って運転手さんと2人で家具を運ぶっていう仕事だったんですけど、まあ一応派遣会社に登録はしてたんですけど、運転手さんと仲良くなって明日仕事あるよみたいな感じで連絡もらって、それで働かせてもらってたっていう感じで、それでまあ一回行ったら9000ぐらいだったかなにはなって、でまあ仕事内容によって結構早く終わる時とかもあったから、でその空いた時間でトレーニングをさせてもらってっていう感じで、で今回ちょっと怪我があったから、そういう力仕事になっちゃうからそれもできなかったんで、確かね金髪ダメなんですよその仕事だから、今連絡その人に取るのもどうしようかなって思ってて、まあ髪黒くすりゃいいんですけどね、そしたらまあそのバイトもできるんで、そっちが主になっちゃったら僕は違うなと思ってるから、サッカーを主に置きながら自分のトレーニングのプランの中で空いた時間にできるバイトを探してちょっと生活を維持していこうかなとは思ってます。できればね、あの YouTube での収益が固まってあればいいんですけど、まだ生活を維持できるほどの収益にはならなそうなので、まあ YouTube も引き続き頑張りながら何かバイトもねこれからはしていかなきゃいけないかなっていう状況っていう感じです。で今回そのコメントくれた方っていうのは、セカンドライフについての考えとかも聞かせてほしいですっていう風にコメントをいただいてたんで、まあそれについてはまた改めてちょっといろいろ話そうとは思うんですけど、軽く言うとセカンドキャリアについてとか僕深く考えてないんで、そういうののすごい準備とかをしながらとか、選手が終わったらこういう風にしようとかっていうのを考えながらやってるタイプではないんで、まあ僕の話を聞いて参考になるかどうかはちょっとわからないですけど、まあその辺なんでそういう風に考えてるのかとか、またちょっと改めて別の動画で深くお話できればとは思ってます。でちょっとこの前僕東京の品川で朝7時からちょこちょこやってる朝練に行かせてもらってるんですけど、そこで一緒にボール蹴ってる僕と同じ年の選手で、もともと J リーグでプレーしてた選手なんですけど、彼が今ちょうどそういうセカンドキャリアを支援するような会社を立ち上げて自分で会社をやってるんですけど、セカンドキャリアについての話とか今度動画撮ろうよって言ってくれたんで、選手終わってセカンドキャリアをスタートさせて、なおかつそのセカンドキャリアをサポートしてる側の人の意見っていうのは多分すごく、まあ、僕も深く聞きたいし、彼の話はすごく参考になるとは思うから、またちょっとその動画もできるだけ早く撮ってアップできればと思ってるので、楽しみにしてもらえればと思います。というわけで今回は海外のサッカー選手、特にそんなに給料の多くない選手がオフの期間どういう風に生活費とかを稼いでるのかっていうところについてお話しさせていただきました。まあ僕に関してはこういう感じですっていうところで、他の選手は家が裕福な方とかだったらそういうの心配する必要ないだろうし、普通に選手しながら副業で何か仕事を持ってる方もいるかもしれないし、人それぞれやり方はあると思うので、僕自身もまあ今この YouTube が収益化したことで、 YouTube での収入が例えば10万とか20万とかになれば、それはそれで全然ね、日本に帰ってきて貯金を減らさずに生活できるようになるんで、他にバイトをする必要もないですし、自分の生き様だったり自分の経験をお話しすることで、それによってお金が生まれるっていうことになれば、僕としてはすごくありがたい話なので、まあいろんなやり方があるので、人それぞれ何か参考になることがあればいいですし、また何かあれば気軽にコメントだったりその他 SNS に DM いただければ、僕の答えられる範囲でお答えしようと思うので、ぜひメッセージいただければと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。